シャドーバースの主人公ポジションに存在するのがエルフ。手札からカードを出し入れする様を手こきというように、コンボを得意としたクラスです。その特徴は、エルフという存在を遺憾なく発揮させた美女たち。特徴的な耳や明るい髪色、自然な甘い香りが漂う脇、汚れを知らない純真なへそを武器に持つシャドバ屈指の優遇クラスと言えましょう。本日はそんなスケベなエルフクラスの中でも、よりエルフの真髄を味わうことができるキャラクターを紹介していきましょう。心優しきエルフ、フィト。スターフォージッドレジェンズ精神の伝説で実装されたニコスフォロワー。一見全身くまなく布で覆われたスケベの素の字もないフォロワーですが、それは進化への前振りであることはエルフクロートなら常識でしょう。進化前の懐疑的な表情、黒のインナーは極上の前菜であり、それだけで価値があります。そして満を持して進化した瞬間、全てを捨て去りあらわになる素肌は、砂漠化した荒野にもたらされたオアシスのよう。エルフ特有の花の香りはスマホの画面を貫通しており、お口のケアにも効果的です。スケベな消臭剤としてシャドバ外人にも親しまれています。小さな勇士、スクナ。テンペスト・オブ・ザ・ゴッツ、神々の騒乱で実装されたニコスフォロワー。その大きさはシャドーバースの女性キャラで最も小さいと言われています。しかし自分より大きなウサギを乗り回すライディング技術は素晴らしく、その騎乗威力は男女を問わず虜にしており、スケベな竹豊とも呼ばれるようになりました。進化後は内間の小槌で大きくなり、立派なメロンをぶら下げる農家へと成長。そのメロンはよく売れており、甘みが強く食べ応えがあるシャドバブランドの一つです。ライディングしながら揺れるメロンを両手で貪るように収穫するのが、一時期シャドバ実況者界隈で流行しました。クイーンセイバー、シンシア。鋼鉄のリベリオンで実装されたロッコスフォロワー。その死体はなぜか鎧と衣服をまとっており、理解不能。せめてものお情けで絶対領域がやや見えますが、これが絶妙なスパイス。鎧の上からでもわかる抜群のプロポーションは、男の性欲を湧き立てる欲情の絶欠。その反面、周りのフォロワーが進化、もとい性を交わすと、白くてニョロニョロ動く玉を出す変態としても有名です。自身が進化すると、フェアリーを二人出産するので、子宝にも恵まれ豊かな一生を過ごすことができます。鎧の奥に秘められた彼女の潤った死体を想像することが紳士のたしなみであり、逆に鎧を身にまとうことでスケベさが増すフォロワーは、エロ王子といえどシャドーバースでも大変貴重な存在です。天秤の射手、メーテラ。ブリゲード・オブ・ザ・スカイ総空の騎士で実装された4コスフォロワー。スケベが振動となって鼓膜を揺らすのがメーテラの声と呼ばれるほど、色気ムンムンなボイスが特徴的です。口元のほくろによってあまたの男性が欲に落ち、仕事を辞めさせられ、股間をこするだけのモンスターにさせられてしまったという神話があるほど、その表情は怖くてき、胸や尻、腰つきのエロさから男性特化型搾乳器とも呼ばれています。惜しげもなく見せつけてくる太ももは高品質の羽毛布団のように滑らかで程よい弾力があり、2つの意味で彼女を枕に使うユーザーも多くいます。またメーテラのおへその上にマイホームを持つことがシャドバユーザーの一つ大きな目標でもあります。回帰する抱擁、ラティカ。神羅方向にて登場した5コスフォロワー。猫科の耳に虎柄の尻尾、ホワイトタイガーのようなグローブから分かる通り、獣のおかず。あどけないという言葉がピタリと当てはまる純粋っぷりで、よく焼けた小麦色の肌は健康的であり、オーガニックな風貌は先ほどのメーテラとは真逆の存在。エロメンコのシャドーバースにおいて、性的でないキャラは逆に性的という逆説的スケベを浸透させたのが彼女であり、ストーリーではひょうひょうとした態度からは想像できないほどスケベな一枚絵を提供し、
シャドバのエルフ界隈は一時騒然となりました。彼女の大式ホールドからは逃れることもラスバを発動させることもできず、ただただ昇天するのみで、巷では送り人ならぬお股人とも呼ばれています。エルフクイーン、テンペスト・オブ・ザ・ゴッツ、神々の騒乱で実装された7コスフォロワー。エルフの女王の名にたがわない高貴な振る舞いは、一見エロさとは無縁のように思えますが、近年のスケベ技術の進歩により、次々にスケベな一面が発見されています。服の間から覗く可愛いおへそは、気品がある風貌からは想像できないほど幼さを感じさせ、ただ見えるというだけで気は動転し、脈は乱れ、精神を狂わせるという21世紀の新たなチラリズムを完成させました。その回復量と考察から分かる通り、尋常でない絶倫であり、彼女が登場しただけで命を落としたアグロタイプの男性は数知れず、女王といえど自らが前線に出るほどのカリスマがあり、その勇ましい姿はまさにエロメンコの女王とも言えるかもしれません。美女の森をエルフの森と呼ぶのではないかと勘違いするほど美女盛りだくさんのクラス、それがエルフです。ただ惜しいのは、これほどの美女を擁しながらも切り札が黒くて大きいゴキブリという点でしょうか。アリサがゴキブリをいやらしく何度も出し入れするというこの世の終わりのような光景に、多くのシャドバユーザーが辟易し調教されてきました。最近ではガングロギャルという化石時代の美女も投入されるようになり、今後のエルフの展望はますます混沌としてきました。果たしてエルフはどこへと向かっていくのでしょうか。それでは次回はロイヤル編でお会いしましょう。